えっと、それでは始めさせていただきたいと思います、えっと、京都大学大学院生命科学研究科の2021年度の修士課程学生募集に関してあの入試の概要を含めて、えー、お話しさせていただきたいと思います、えっと、私2021年度の入試委員長を務めさせていただいております、えっと、原田と申します、えっと、こちらがあの 大学学院のの生募集の今年度準備したポスターになっています。でこのポスターの中で2020年4月4日に入学試験説明会ということで予定させていただいておりましたけれどもあの昨今の新型コロナの問題あの感染拡大の観点からああ、まあ、残念ながらあこの説明会を中止という ことにすると判断させていただきました。でこれに伴いましてあの研究課長からえっとメッセージを預かっておりましてあのせっかく楽しみにして、えー、この説明会にお越しくださる予定だった学生の皆さんには本当に申し訳なく思っていますとあの代わりにこういったあ説明会あとはあの 入試の概要の説明を録画しまして動画配信するということで対応させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますというあのメッセージをお預かりしています。えっとそれでは試験制度の説明に入っていきたいと思います。えっとまずあの生命科学研究科の入試の制度といいますと一般入試、論文入試、そしてグローバルフロンティアインライフサイエンスという。 外国籍あるいは海外で大学を卒業した学生等を対象とする英語のみで卒業可能なコースこの三つをあのまた対象とした入試の制度がありますでこの中で本日ご紹介させていただきますのは一般入試と論文入試になりますまず出願資格からお話しさせていただきたいと思います。 こちら詳細は募集要項の2ページ目から3ページ目に記載してありますのでそちらをご覧になりながら説明をお聞きいただければと思います。出願資格としましてはここに挙げさせていただきました10の項目の中のいずれかに該当するものあるいは2021年3月31日をもって該当する見込みのものというのが出願資格の該当者になります。でここで注意していただきたいことがあります。 先ほどの出願資格の条件10個のうちの1から8のいずれかに該当する学生の皆さんは出願資格審査というのは不要でそのまま願書を提出していただければと思います。その一方で出願資格910に該当する学生の皆さんは出願資格審査が必要になります。 この出願資格910に関しましては募集要項をよくお読みになってご確認いただきたいと思いますけれどもこの出願資格審査が必要な皆さんは6月5日の金曜日17時必着で出願資格審査必要書類を提出していただきたいと思います募集要項の2ページ目と3ページ目をよくお読みになっていずれの出願資格に該当するのかをよくご判断ください そして、出願資格があると判断されました方は、願書を提出していただくことになります。願書の受理期間、これは、七月の七日及び七月の八日の九時から十二時、十三時から十七時は、生命科学研究科の事務室、教務係の窓口で受け付けております。また、郵送での願書。 の提出も受け付けております。これは7月の8日水曜日の17時までに筆着ということでお願いしたいと思います。で、出願書類一式に関しましては、募集要項の4ページ目に記載がございますので、そちらをご確,ご確認ください。そして実際の試験の日程でありますけれども、これは8月の4日火曜日1日で試験を実施するという予定でおります。 その後お盆を挟みまして合格発表が8月26日水曜日17時を予定しております研究科のホームページに掲載するのと同時に合格通知書をあの皆様に郵送する予定で予定となっていますここから学力検査の日程と内容に関してお話しさせていただきたいと思います繰り返しになりますが 入試の学力検査の日程は2020年8月4日の火曜日を予定していますで午前中にはあ、えー、と一般入試に関してまずお話しさせていただきますと午前中には英語の筆頭試験をまず実施しますでそれに引き続きまして共通専門科目ということでこれは後ほどあの内容をお話ししますけれども主に生物学の問題 でえっと、どちらの研究分野あの研究室を選ばれても共通のの生物の専門試験を受けていただくことになりますでその後お昼を挟みまして午後に分野別あの死亡された研究室が出題する分野別の専門科目を受けていただきましてその後口頭諮問ということで第1志望第2志望として選んでいただいた分野の 教員と面接の審査がありますでこれが一般入試のスケジュールになっていますで一方生命科学とは異なる専門領域を学んだ方が対象となります論文入試に関しましては同じく8月4日に実施いたしますけれども午前中には一般入試と共通の英語の問題を実施します。その後 共通専門科目は受けていただかずにその代わりに小論文を受けていただきますそして午後に入りますと分野別の専門科目が一般入試にはありますがその代わりに個別の面談を実施いたしますこの面談に関しましては、えっと、論文入試を受けていただく方全員が同じ試験官との面談を受けていただくということになります。 でその後高等諮問ということで一般入試と同じく第1志望第2志望を選んでいただいた分野の教員を,対しに対しを試験官として面接試験を受けていただくということになります。まず英語に関しましては修士課程で学習研究を行うために必要な英文の読解 作文の基礎学力を判定する予定であります次に共通専門科目についてですがこれは修士課程で学習研究を行うために必要な生命科学特に分子生物学生化学を基礎とする分子細胞生物学の基礎学力を判定します3つ目ですが分野別の専門科目及び高等諮問に関しましては志望する研究室において 研究を行うために必要な専門知識論理的思考能力及び研究意欲などを志望者が持っているかを判定することになります過去問題に関しましては英語及び一般入試あの共通専門科目に関しましては研究科のホームページで入試可能となっていますこちらに挙げさせていただきました URL でダウンロードすることが可能です ただし著作権のの問問題で説問の一部が黒塗りになっていますでその黒塗りの部分をあの、まあ、ウェブ上で開示することができませんのでもしあのそちらをご確認いただきたい場合には生命科学研究科の事務室教務係で貸し出しが可能になっていますので、えー、そちらにお越しください。でまた分野別の専門科目の過去問,過去問題に関しましては公開ウェブ上での公開はしておりません。 志望分野の教員と連絡を取るあるいは研究室訪問などで研究室のまあ脂肪する研究室の教員から直接入入所するなどの交渉をしていただきたいと思います。生命科学研究科には二つの専攻があります。一つは統合生命科学専攻、二つ目が工事生命科学専攻と。 いうことで、それぞれこちらに書かせていただきました目的ミッションを掲げて研究を進めているということになります。で、ここでは詳細あのお話ししませんけれども、この2つの専攻のに所属する研究分野を第一志望、第二志望としてお選びいただくことになります。で、この統合 科学専攻と工事生命科学専攻のどちらに所属しても教育カリキュラムは同じですでまたどちらの専攻に属するかで悩んでいただく必要は全くありませんのでどの分野どの研究室を志望するかのみをお考えになって第一志望第二志望とする研究分野をお選びいただきたいと思います。 でここでよくあのいただく質問に関して、えー、先にお話しさせていただきたいと思いますがこの統合生命科学専攻と工事生命科学専攻をまたいで第一志望第2志望を選んでいいんですかという質問を度々いたびたびだきますで。これは可能です。 例えば統合生命科学専攻から遺伝子伝達学を第一志望としまして第二志望として工事生命科学専攻から分子動態生理学を選ぶとこういった専攻またいでの第一志望第二志望の選択というのも可能になっていますので、えー、可能となっていますので、えーとまあ、そういった基準でお選びください。次に過去の一般入試論文入試の志願者合格者 の数をここにお示しさせていただきます。統合生命科学専攻、工事生命科学専攻、それぞれ定員募集定員は40名と35名、合わせて75名の学生を募集しています。この過去3年度それぞれ志願者数合格者数ここに挙げさせていただけましたような形になっていますので、えっと、まあ専攻を選ぶある,あるいは分野を選ぶ時のあの参考までにご参照ください。 次に一般入入試試論文のの合格者の出身大学をままとめた資料になります京都大学のみならず全国の国立大学公立大学私立大学海外の大学から広く入学していただいていますのであの京都大学以外の学生の諸君もふるってチャレンジしていただきたいというふうに思っています。 受験に向けて注意していただきたいことなんですけれどもまず募集要項をよく読んでいただきたいと思いますで、募集要項は研究科のホームページに掲載してありますのでそちらから入手してくださいで、また実際に出願されるにあたりまして事前に死亡する可能性のある分野の教員と メールなどで連絡を取りながらそして研究室を訪問するあるいはスカイプで面談するなどして密に教員と連絡を取りながら出願に向けて動き出してほしいというふうに考えていますご不明な点がございましたら生命科学研究科の教務係にお問い合わせいただければと思います電話と E メールはこちらの通りです最後になりますが連絡事項がいくつかございます 現時点この収録をしているのは2020年の4月4日ですけれども現時点では願書の締め切りあるいは学力検査の日程に変更の予定はありませんただし今後社会情勢を見ながら変更の可能性がなきにしもあらずですすべての情報は研究科ホームページに掲載いたしますのでご確認いただければと思います でまた本日入試説明会あるいは研究室訪問をなしとさせていただきましたが今後一斉の研究室訪問日を設定するか否かは新型コロナウイルスにかかる状況など社会情勢を考慮して判断いたしますこの情報もすべて研究科のホームページに掲載いたしますのでご確認ください本日あの研究室訪問あの というのはキャンセルになりましたが各分野の研究内容などを紹介する動画を研究科のホームページでご覧になれます志望分野を決める際にご活用いただければと思いますで、また研究室訪問を希望される方は各分野主任に個別にメール等でご相談いただければと思いますこれが最後のスライドになりますがあー生命科学研究科のシンポジウムを2020年7月2日 と7月日日の2日間で実施する予定であります本日の研究室訪問というのがなくなってしまいましたのでまた研究室の分野紹介もなくなってしまいましたのでこのシンポジウムというのが皆さんが実際に各研究室でどんな研究がされているのかというのを知る機会になると思います。 この7月の両日に京都大学の知覧会館稲森ホールで開催予定ですのでこちらに来ていただけましたら出願期間の7月7日8日の前週ということで直前に研究室を選ぶ一助になるかもしれないと思いますのでこちらに足をお運びいただくのもいいかもしれません。私からののの入試の概要の説明は以上になりりまますどううもありがとうございました